最後まで見ると何がどうやばいのか分かります。ゾウの足は1986年4月に起こったチェルノブイリ原子力発電所事故中に生成された炉心融解物の塊で、重厚かつシワだらけのその外見が動物のゾウの足に似ていることからこのような名前が付けられました。そしてこのゾウの足からは毎時80シーベルトを超える放射線が出ていると言われているのですが、人間は約7から10シーベルトの放射線を浴びると命を落とすと言われているため、ゾウの足を目視できる範囲に近づいた人間は即死してしまいます。そんな危険なゾウの足ですが、画像が出回っているということは、実際に近づいて写真を撮影した人物が存在するということです。ではゾウの足に接近した撮影者はその後どうなってしまったのでしょうか。ウラジミール・シェフチェンコ氏はウクライナ在住の映画監督、カメラマンで、現場で今何が起こっているのかを伝えるため事故直後にスタッフ2名を連れて現場で撮影を行いました。しかし撮影を開始してからものの数分で体調を崩してしまい、同行したスタッフと共に急性放射線障害で亡くなってしまいました。